現在世界で行われているオートバイの世界選手権は3つ。1つはレース専用に開発されたマシンで戦われる GT、 8時間24時間の長時間を走り抜く耐久レース。そしてもう1つの世界選手権が TT フォーミュラーだ。この TT とはツーリストトロフィーを指し、一般市販車による行動レースという意味で古くから親しまれている。その発祥は1907年にイギリスで開催されたマントー TT レースで、このレースの優勝者に時の公爵ドムズーリ・サンマール氏から贈られた勝者の証、ツーリストトロフィーがその名の由来となっている。 TT フォーミュラー世界選手権シリーズは1977年以降ヨーロッパ諸国を転戦するシリーズとなり、今年で10年目。今年は第1戦イタリアのミサノを皮切りに、イギリスドニントンパークの最終戦まで全部で9戦。そこで今日はオランダアッセンで行われた第4戦までを、第3戦マントーの模様をご覧いただきながら紹介しよう。一般市販車をベースとする F1 マシンは、2サイクルは 500cc、 4サイクルは 750cc、 プラス下級型は 375cc までとし、 FIM が公認1000台以上販売されたものでなければならない。改造限度はご覧のように厳しいレギュレーションが定められているが、エンジンは極限までチューンされ、4サイクルマシンで約120から130馬力にまでパワーアップされ、またフレーム車体関係もバッチリと手が加えられて大改造を施される。これらのいわばカスタムレーサーで戦われる TT フォーミュラー世界選手権シリーズ、第1戦は4月19日イタリアミサノサーキットで開催された。ポールポジションは1分22秒88のタイムをマークしたビモータを狩るデビッド・タロッキ、以下同じくビモータのバージニオ・フェラーリ、ロジャー・マーシャルと続く。決勝ではイッドンとマーシャル、ショーエンらが好スタートを切りレースをリード。イッドンとマーシャルが 1,2 番手をキープして後続を引き離しにかかる。結局レースはポールのイッドンが独走でチェッカー、2位には全米スーパーバイクチャンピオンのフレッド・マーケル、チャンプジョイ・ダンロップは安定した走りで3位入賞を果たした。5月3日3万5000人の観衆が見守る中、ハンガリーはオンガロリンクで開催された第2戦。このレースでは第1戦で惜しくもリタイアに終わったフェラーリとタロッティのイタリア人コンビが好調な走りを見せ、ワンツーフィニッシュを飾った。シリーズ第3戦はイギリスのマントー、1周60キロのコース6周で争われた決勝は、ジョイ・ダンロップが自己の持つコースレコードを塗り替える走りを見せ、マントー TT レース5年連続制覇、トータル28ポイントでランキングトップに躍り出た。第4戦はオランダのアッセンで6月25日に開催された。決勝は1周 6.1 キロのコース25周で争われ、序盤で遅れたフェラーリが終盤追い上げを見せチェッカー。第2戦に続いてビモータヤマハが今季2勝目を挙げた。これによってバージニオ・フェラーリがジョイ・ダンロップに2ポイント差で再びランキングトップに浮上。熾烈を極めるトップ争いはシリーズ中盤に持ち込まれることとなった。そしてその大事な一戦が8月28、29、30の3日間、真相になった宮城県スポーツランドスゴーでシリーズ第7戦として開催される運びとなった。海外からの出場ライダーも F1 の王者ホンダのジョイ・ダンロップをはじめ、ヤマハ期待の若手、日本でおなじみのケビン・マギ、86年度ランキング2位のポール・イッド、世界 GP 経験を持つバージニオ・フェラー、ビモータのテストライダーとして有名なデイビッド・タルドッツィ、86年度ランキング3位のアンダース・アンダーソン、第1戦イタリアで2位入賞フレッド・マーケル、現在ランキング3位のピーター・ラバット、86年鈴鹿8体2位入賞のマイケル・ドーソン、アグレッシブな走りのロバート・ホールデンほか多数出場。それを迎え撃つ日本勢は若手実力派の一人宮崎翔司、ガッツな走り RTK 北翔介、森脇 CBR の日渡し治、ヤマハフォーミュラーのベテラン平塚翔司、吉村の若きエース大島幸也、2サイクル RG ガンマで挑む島田進、川崎ワークスのルーキー相和隆弘、同じくベテラン多田清和。今季 F1 初挑戦、町井邦夫と強豪揃い、これは楽しみだ。このフォーミュラー選手権の前哨戦ともいえる全日本ロードレース選手権第8戦、国際 A 級 TTF1 迎えてラウンド6。ポールポジションはホンダ RVF を狩るゼッケン71三浦昇、セカンドポジションガッツある走りでランキング上位の宮崎翔司、予選3番手前回に続いて V2 なるか吉村大島幸也、
予選4番手現在ランキングトップゼッケン72徳野正樹、予選5番手今季2勝目を狙うヤマハ FZR 町井邦夫、予選6番手地元都合の人気者ゼッケン8平塚昌司、そして RTK 北翔介は予選7番手からのスタートとなった。国際 A 級 TTF1 レースファイナル、今シグナルブルースタートダッシュ。まず飛び出したのはゼッケン2大島、ゼッケン19北、ゼッケン72徳野、ゼッケン91町井の4台。レース直前まで降っていた雨のためコースはウェット、各社ともカットスリックレインタイヤを装着して決勝に臨んだ。しかし1周目から早くもアクシデント発生。ヘアピンを切り返して S 字、北翔介がリアのスリップからハイサイド大転倒のリタイア。この北の転倒によってトップ大島、早くも2位以下を大きく引き離しにかかる。試験立ち上がりで2位につける町井との差約4秒。大島1周目から大きな貯金を手に入れた。2周目トップ大島、2位町井、3位三浦、4位徳野、5位平塚の順で1コーナー2コーナーをクリア。テールスライドを抑えつつ都合の新コースを駆け抜ける。今年 A 級昇格、 F1 初参戦の町井、スーパーバイク仕様の FZR で前を行く大島のテールに必死に追いつこうとガッツある走りを見せる。その後ろ徳野をかわして平塚が4位に浮上。地元都合で張り切る YZF。自分のベストラインをしっかりとトレースする走りを見せる吉村 GSXR。 1周1分46秒台でラップを重ねる。レース序盤4周目、ゼッケン8平塚がゼッケン72徳野をかわして3番手。ヤマハ YZF シーズン後半でそのポテンシャルは熟成に達した。トップぶっちぎり体制のゼッケンに大島幸也 GSXR、 徐々にペースを上げさらに後続との差を広げる。レース中盤7周目、1位2位手元計測の時計でその差なんと13秒。町井 FZR 突っ込み重視の走りで必死の追撃。しかしその町井ハイポイントコーナーでブレーキング失敗で転倒、惜しくも戦線離脱。これによって自動的に2位平塚、3位徳野、4位三浦となる。トップ GSXR 完全に独走体制。2位平塚との差10周目に17秒、15周目には27秒と後続をぐんぐん引き離す。その後方4位を走っていた三浦 RVF、 16周目にエンジントラブル、チケインでマシンストップリタイア。2位に平塚、単独3位には徳野 VFR の順でラップを重ねる。しかしトップを走る大島はその後も1周1分43秒台までペースアップ。1周ごとに約1秒ずつ差を広げ、2位以下の追従を許さない。それとは逆にペースの上がらない平塚、3位徳野が追い上げを見せ、18周目にはその差4秒と猛チャージをかける。そして迎えたファイナルラップ20周目。安定した走りと見事なまでに計算されたレース展開で吉村大島幸也2位に30秒以上のリードを保ったまま堂々のチェッカー。前回に引き続き今季2勝目 V2 達成。続く2位争い、徳野の追走わずかに及ばず0秒47差で平塚が先にチェッカーを受けた。それでは絶好調の大島選手にヒーローインタビュー。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。前回突っ込み続きまして V2 なんですが、そうですね、前回はちょっと苦い味のシャンパンの味ね、したということなんですが、今日のシャンパンはもう最高に美味しかったです。もう初回、序盤1周目からもう4秒近く差がついて、最終的にはもうすごい差がつきました。このアドバンテージがもうだいぶ楽になったと思うんです。そうですね、もうある程度 2,3 秒差がついたらすごいこう精神的に楽になるんで、まあライディングの方にも集中できるし、すごい焦りもなかったからすごい良かったと思います。堂々のぶっちぎり、優勝おめでとうございます。どうもありがとうございました。全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スゴ国際 A 級 TTF1 シーズン前半、チームメイト高吉の活躍の陰に隠れていた吉村大島幸也がその実力を発揮。この2連勝によってランキング3位に浮上。ゼッケン1は誰にも渡しません。シーズン開幕当時、大島自身の口から出た言葉が徐々に実現しつつあるようだ。
激しくしのぎを削り合う TTF1 クラス、チャンピオン決定まであと3戦を残すのみ。 87TT フォーミュラー世界選手権シリーズ第7戦が8月28日から30日の3日間スポーツランドスモーで開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。来週のオートバイ TV は目指すは国際 A 級ダンロップライディングスクールの模様を筑波サーキットからお送りします。お楽しみに。